皆さんこんにちは。ジャズピアニストの井上雄一です。ビバップ練習法の3回目ということで、今日もチャーリーパーカーの音源に合わせて、一緒に練習するというのを実演したいと思います。このチャーリーパーカーオムニブックの中から、今回はビリーズバウンスですね。 F のブルース、ジャムセッションでも F のブルースは必ずと言っていいぐらい演奏されますけど、チャーリーパーカーのサボイ版のビリーズバウンスの演奏に合わせて練習してみたいと思います。オムニブックの80ページ81ページにこのソロが載ってます。この曲テンポはミディアムテンポなので、半分のテンポに落とすとちょっと、かえってやりづらくなっちゃうんで、 0.75 倍のテンポで、練習してみたいと思います。ではお聴きください。こういった具合です。練習する時の注意点は、足を1、3で踏んでください。足を1、3で踏む。基本ビートの1拍目、3拍目は下半身で取ります。その上で、上半身で、シンコペーションを表現するというのが、基本ですので、それを練習してみてください。ということで、このチャーリーパーカーの音源、スロースピードで再生して、一緒に合わせて練習するというのを、最低20曲はやってみてください。実力が上がると思います。井上雄一は、個人レッスンもプライベートレッスンも受け付けておりますので、Facebook から、メッセージをください。facebook.com youichinowejazz は youichinowejazz、ここまで、メッセージを添えて友達申請をしていただければと思います。続きは次回お送りします。それではまた。お元気で。